今日は絶対にエクセルを使っていると、この問題にぶち当たる日付の問題、日付と曜日の問題について説明したいと思います。まず、日付ってよくエクセルで使うと思います。カレンダーの表示とか、この業務のシフト表の作成、あと、スケジュール、いろいろなプロジェクトのスケジュールを作成したりする場合に、この日付を使う場合がありますけど、意外にめんどくさいのがこの曜日とかの表示です。でまず、 これ自動化機能を使って、6月、5月20日からですね、こっからの、この表示をしてみたいと思います。まず、5月20日と入力します。それ、このぼっち、ハンドルを握って、こうドラッグしますと、自動的に5月20日から5月15日まで埋められます。それ、まず、これだけですと曜日がわからないですので、曜日を表示する方法を説明します。まあ、こういう風に、 こうやって入力してても、入力する方法もありますけど、正直、ミスも多いし、まあ、進められません。ですので、ここでは書式を使います。まず、この日付の部分、ここを選びます。それ書式で、これセル。セルを選びます。そうすると、このように、もうあらかじめ、M 月 D 日っていうフォーマットになってます。それここで、かっこ AAA と入れて、それでコ、コロン、カッコ、コロン、と入力します。れでこれで、OK を押します。そうそう、自動的に計算されて入ります。これは絶対間違いがないです。これは、Excel の中の機能を使って計算されてますので、絶対にミスがないです。この方法は便利です。次に、土日って休みの会社が多いです。それで、その日付だけ色が変わると便利です。 これは条件式組織というものを使います。それまず、これ日付の書いてあるところを選びます。次に、書式、条件式書式。これを選びます。それこれはいかないように入れします。まず条件を数式にします。それ、ここで、イコール、OR。OR、カッコ、ウィーク、 weekday, 括弧 ,a の1、閉じ括弧イコール、1、コンマ、weekday, また、a1、閉じ括弧、イコール、7と入力します。色を変えます。パターンを選んで、それで、今回は、 この赤色にしましょう。それ OK。それでケ、OK、ーを押します。そうすると土日の部分だけ、この部分が赤になりました。これ非常にわかりやすいです。これ例えば、これ6月、6月5日、こっから計算したい場合、この場合こうやってドラッグします。そうすると自動的に、この土日の赤い部分、この部分が入れ替わります。これは非常に便利です。ぜ,ぜひ覚えておいてください。 以上、この日付関係の自動曜日の自動入力と、あと土日の,色,の色,色を自動的に変える方法でした。以上です。